イベント戦、北斗のカップ、決勝、7半チャン目です。6回打って550なので、6回打って550。残り2回、100、100と取れば750と、かなり、出来すぎの数字が並ぶんですが、まあ、あんまり理想ばっかり言わないで、現実的にはそんな簡単に、トップは取れないです。ただ上限は750。かなり高いところが見えているんで、まあ、偶然なったらいいなと。トン1曲ドラリアンマンで、親は上の人。まあ、大した手じゃないですね。ちょっと、わかんない。一応7、8、9の目と、ドラのリアンマンの目と、まあ、残してますけど、この手、テンパったところでなんで。7、8、9が面前でできれば、おおと、仕上がったぞ、くらいの気持ちにはなりますけど、6チッパでいいや。上が、極端な親がこの捨て牌。コクシー、チャンタ。うわ、1通、盛大に裏目ってます。1通をもう1通、完成間際です。上が国士なの ?A は3枚目。初は、上の人からすりゃまだ初は残ってるんで、初も切って絶望させようかな。ほい。上の人はもうトン9万。次も19時牌切ってくる可能性ありです。次も19時牌切ってくるなら、国士やめたなぁと。なんかチャンタとか、翻弄トイトイとか。違う方向行ったなぁと。まあ、振りってるんで、この手配は実質ミスってるんで、リーチ来たら攻める必要ない。ただ、振り点解消してのイーシャン点。5-2 が見えてます。チーマンから入ったら、勝負点。9万から入ったら K 点。リャンマンから入ったらリーチかな。後手を踏んで、誰が上がりを勝ち取ることになるのか。追っかけリーチ。場を制するのは一体誰なのか。上がリャンペイコー、ドラドラ。強烈な手です。上は国士無双じゃないです。すごっ。リャンペイ、ドラドラ、おやまんか。3人転敗は予想してなかったですけど、まあ振り込まなくてよかったと。お、手格好はいい。あー、ちょっとトンから切った方がいいか。やめろ。痛風連打やめてくれ。セーフ。しかも、ジャントできた。リーチ、ドライチ。リアンメインを作って、エンチャン嫌って。トンバの、ちゃんとがトンなんで、ピンフはつきません。リーチ、ドライチ。この手は上がればでかいですね。トータクが2300あるんで、リーチ、ドライチ、26でも2300プラスです。ロン。裏ドラ一つくれ。乗れ乗れ乗れ。弱いね。裏ドラ一つ乗るか乗らないかで盛り上がるのが麻雀ですね。もう何とでも言い訳をつけて。まあゲームじゃなくてリアルの話ですけど。乗るめくり方。裏ドラが乗るめくり方とか。絶対そんなの関係ないのに、そういうので、みんなが共通意識で。むしろ全員が初対面でもなんかノリさえあれば成り立っちゃうみたいな。まあ余談ですけど、そういうくだらないポイントポイントでいろいろ、面前からの民間私はうわーちょっとこういうことを自分はしたくないので、面前からの民間はしないですね。迷惑をかけたっていう、ちょっと私はそういう感覚なんで。ちょっと待って、もうわかんねえ。せっかく親なので、やっぱ勝負したい気持ちは山々ですけど、ちょっと、ウーパーマンの筋が通ってくれた。虎の発が浮いていて、この手格好の時点で攻めろっていう方がきついですね。ウーマン今通してくれた。虎の発はさすがに切らないので、まあ、発短期になったらしょうがなくリーチ。一応いいシャンテンだよ。サブローマンが危ないよ。サブローマンがロン注意報が出てる。肝臓はまあ2と4がいっぱい切れてるんで。あれ手出しで2、4切っといてのサブローソー、これはもうやられました。関した方の裏ドラか。ただのリーチのみが。少し安全だと思って切った牌だったんで、かといって完全折り、初短期、いいシャンテン、当然リーチかけるつもりで、攻めっ気あったんで、そのいいシャンテンキープしながら安全な牌切ったつもりが、まあ、ロンと。2、4、4、5から2と4切って。手出しで2、4切ってのサブロソー。これ結構あるんですよね。手出しで2、4。じゃあ、三蔵安全そうって見えますけど。いや、もう万事休すか、これ。手が、高くならない。2差しか。2差しぐらいですね。いや、まだまだ。せめて、3茶を目指して、ザンク。ザンクを目指して、トップはもう無理。5-2で2茶、ザンクで3茶。このどっちかを目指して。せめて、リーチ、ドラ1だったら、裏ドラ1枚乗って2茶。これだったら勝負する価値あるんで、なんか赤1個でもいいから引いてきて、裏乗れば2茶。裏乗らないと4茶。これなら、ぜひ勝負したいです。いや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 。その、26にならない。1300が26になってくんない。赤打つもなんてそんな条件。どうだリーチ、ツモ、裏1。待った、これだとリーチのみでロンして、裏ドラ1枚で26なので、ちょっとパンチ弱いですね。ただ、一巡一巡考えているんですが、どんどん追い詰められている。リーチをかけて積もって裏乗せてようやく三茶。ちょい間違った。時間切れだ。時間切れで失敗したんでもうリーチです。今シャボの方がいいのかななんて変に思ってリーチ。もうこれは苦し紛れのリーチ。ちょっと4巡ぐらい考えたんですけども手詰まり、まあ、偶然積もって裏が乗りましたと。ロンだとどうだろう。ロンだと裏1乗、あ、はいっす。差し馬からのリーボー出たんで2000点縮まって。おー、ナイスナイス。これは私からすればナイス。ロン。で、逆転。2茶にはなれず。22,200。3茶。ってことは、22.2。3茶の馬は10だと思うんで、32.2 かなと。ウィーン。32.2。おお、当たってますね。素点で計算をして、60、30、10、0の馬をつける。なるほど。ただ、今回はそんなにスコア伸びず、マジかい、すごい低い。1万1000点以下の4茶を引くと、600いかないです。1万1000点以下の4茶を引くと、600いかないんですが、まあ、目標の600に手が届くところまでは来たんで、まあ、最後の1回打って、トータルの数字出して、まあ、今後イベント戦打つときの、過去のイベント戦の一応ボーダーは、最高値は650ですとか、まあ、自分の基準にしたいと思います。今回も見てくれてありがとうございました。また最後の1回打っていきます。